リハビリタイムありがとうございました。会場のジジババがみんな手を振って、60方70方の方たちがみんな参加してありがとうございました。さあ、ももちゃん、今日はこの後はどこでライブがあるんですか？岡崎の。そうそう、まあそういうもんです。有名タレントは場所なんかいちいち覚えてなくて、こう言ってこう言ってってですからね。これ今のうちにちょっと見ておいてくださいよ。あともう半年も1年もしたら今度は全国放送でね、みんなの歌とか、ああいうあの人の司会のやつで、名前も覚えてるんで、ジジイはそんなことでございます。それじゃあもうこれでももちゃん、あと1曲で終わりです。せっかくですので、今日はホワイトデーなのでプレゼントしましょう。ありがとうございます。どういたしまして、後で返してね、はい、さあそれではちょっと静かな曲はやりづらいかもしれませんが、はい、木蓮の涙という、これも素晴らしいバラードをやってみたいと思います。それではお届けしましょう。あなたを探し
この丘に一人きり、さよならと言いかけて、何度も振り返る、oh, oh, いつまでもいつまでもそばにいる。じゃあもうこの後すぐ行かなきゃいけないのであれですが、小学校何年生でしたか？小学校4年生です。今度5年生になります。ということはいくつですか？10歳です。10歳、僕の7分の1ですね。はい、気をつけてお帰りください。ももちゃんでした。さよなら、拍手。じゃんじゃんマイク受け取って。